ロベルト・コジェネチは有名なアルゼンチンの単語の歌手。1926年にアルゼンチンのウルディナラインに生まれる。1952年、オラシオサルガン楽団に入団する。そこでの同僚歌手より、エル・ポラーコすなわち、ポーランド人というあだ名をいただく。1956年より1963年までアニバルト・ロイロ楽団に在籍する。その後、 アストルピア・ソラ楽団も含め、いくらかの単語楽団での歌を担当する。1983年、パリで行われた単語アルヘンティーヌのメンバーに選ばれる。1987年には、映画、スール、その先は、愛にも、セリフが少しある、歌手役で出演し、最初の画面で、スールを歌い、マリア、最後の酔いを披露している。歌の特徴としては、 ルバート双方を結構使うということである。また、晩年は声がしがれてしまうものの、それだけ風格を感じさせてくれるという意見もある。1994年死去する。68歳であった。YouTube にもロベルト・コジェネッチェの音声が入った動画がいくつかアップロードされている。ありがとうございます。